じゃあ続きやっていきましょう。また兵士いるね。こんにちは。貴様。何？魔法人です。自称魔法人です。今、盗賊になってます。怪しい奴ね。この場で処刑してやる。なんでこんな血気盛んな奴らばっかりなの？まあでもさっき戦った奴と、おそらく、まあ同じような強さだと思うから、そこまで頑張らなくてもいいと思うけど、一応じゃあ頑張ってみようか。よいしょと。あと装備品もね、前回兵士から奪った装備品も多分リルク装備できるだろうから、それも装備しとこうか。1万ゴールド。みんなお金1万円ずつ持ってるんだね。やっぱお財布の中に1万円ないとちょっと不安になっちゃうもんね。わかるわ気持ち。5000円だといざという時に、あ、ちょっと足りないみたいなことがあるから、1万円は入れときたいよね。まあでもドロップの1万円を合わせると合計2万円持ってるってことか。2万円あったらもうかなり安心だよね。OK、死体も。死体いくらで売れるんだろうな。じゃあリルク、いけるね。ステータス的に、あ、結構強いじゃん。ね、レベル3なのにレベル10の奴らと、そこまで差がないね。装備品にもよるのかな？みんな装備できる？最強装備。ミルスは裸一貫なんだ。そっか。今この馬が棺桶に見えた、ドラクエの。なんで、いつの間に死んだと思ったけど。これ入れんのかな？あ、入れない？こんにちは。そこの前、待て。なんすか？ここから先は1階の城内通行許可証を持たない者は通ることができない。あれ持ってなかったっけ？さてどうする？力ずくで通る。おとなしく帰る。お前の命はもらう。お前の命めちゃめちゃもらいたいんだけどな。でもこれ一回死んじゃうとなんかイベントがなくなっちゃうとかありそうじゃない？一回帰って、なんかここを見つけるフラグを立ててくればいいんじゃないかな。それを探すとか。何か用ですか？いやー、そう、情報探るでさ、情報探っていけばいいんじゃないの？こんにちは、アシフさん。なんかお城で騎士団員を募集してるみたい。あ、そうなんだ。あんたそんな格好して強そうなんだから行ってみる。確かに聖騎士みたいな格好してるからね。あ、考えてみるよ。そうよ、そうした方が絶対いいわよ。じゃあ私はこれからご飯作らないといけないから。すごいね、初対面の人なのにこんなにスラスラ喋れ。俺だったら絶対無理だわ。どもっちゃう。あ、あう、あうって。こんにちは、おじさん。こんにちは、中年。情報を探る。何か最近変わったことはないか？変わったこと？これあれかな？何か選択肢が出た時はない感じなのかな？あ、そういえば最近門番所にいる兵士の機嫌が悪いみたいな。何何何？ほら、そこの門の横にいるやつだ。なんでもう、もう遅いよ、もう。私だよ、私だ。それも昔、平成の時代の、ね、話だよ。令和ではもう古すぎるよ。わかった。ありがとうな。そうね、樽は、あ、盗んで、樽は何かあるとかっていうわけではないんだね。この池はとても、めちゃめちゃ足つきそうだけど、膝下ぐらいじゃない。そこがないとまで、そこ見えるんだけど。くれぐれも潜ったりはする。何それ？潜ってほしいの？わかったよ。あ、消えたよ。それ消えるってことは重要な何かなのかな？さっき言ってた兵士を募集してるとか、あれも、なんか、関係あんのかな？待って、調べる。普通だな。本があるの？これ何？教室か何か？君、何か言うか、クモ、あ、仲間になりそう！回復魔法とか使えない？いや、特に用は、用ないんだ。何か条件を満たせば仲間になるのかな？用がないならさっさと出て行ってくる。ごめんなさいね。授業の邪魔で。誰も生徒いないじゃん。え？エアプしてるの？授業？お前はここで何か教えているのか？そうさ、僕は子供たち、魔法！回復魔法教えてくれない？魔法だと？え？君まさか魔法知らないのか？あれ？魔法使えるのに魔法人の姿見えてないの？てん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 。魔法くらい知っている。あれだろ、30歳過ぎると使えるやつでしょ。なんだ？じゃあ使えるの？いや、あいにくと俺には才能がなくてな。もう10代の頃に済ませちゃったんで。魔法は天性の素質がなければ使えない奇跡の技。かっこいい言い回し。俺の知り合いの魔法使いはそんなことを話していた。ほう、はてな？いや、それは、間違い。才能なくても使えるの？ MP0 でも。あれだよ、ベビーサタンみたいな症状になっちゃない？ヨナズン覚えても MP が使えないとか。魔法は努力次第で誰もが使うことができる技。力だよ。なんか魔法の種類が違うのかもしれないね、じゃあ。人間が使う魔法と魔族が使う魔法みたいな。できないことを素質のせいにするのは大きな間違いだ。チャレンジしてみるのはいいかもしれないね。つまり君にだって努力次第では魔法を使うことができるんだよ。へえ。じゃあちょっとやってみよう。回復魔法覚えたら相当楽になるよ。遠慮しておくの？なんで？そうかい。技ポイントと術ポイントどっちか一方にしないと消費が増えちゃうから。ロマサカ的に。まあもしも覚える気になったらいつでも来るといいよ。
あ、言い忘れたけど、僕の名前はクオン。クオンちゃんって言ったら3文字の名前多すぎない？もうちょっとなんかさ、特徴持たせてよ。君の名前はリルク。あ、覚えてね。一発で覚えられる名前だから覚えやすいでしょ。あ、よろしくね。あ、なるほど。じゃあ今後来ることになるのかな。普通だな。盗めるっつってもさ、やたらに盗んじゃうとなんかさ、イベントが起きないとかありそうで怖いんだよな。こんにちは。何か用ですか？あの、後ろのその井戸の中入りたいんですけど、何か最近変わったことないですか？うん。些細なことでもいい。教えてくれ。てん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 。申し訳ありません。ああ、じゃあ兵士は基本的に教えてくれない感じなのかな。じゃあ兵士、なんかさ、募集してるって言ってたじゃん。あ、なに？あ！選択肢見てないんだけど。あれ、ごめんね。なんか戦っちゃった。あれか、一回選んだ選択肢は消えちゃうのかな。びっくりしたよ。もう連打しちゃって。ごめんね。すいませんでした。あの人に話しかければいいのかな、これで。こんにちは。そこのお前、待て。はい。何ですか？ここから先は1階は、町内通行許可証を持たない者は通ることができない。太陽の騎士団に入りたい。力ずくで通る。おとなしく帰る。あ、殺すっていう選択肢がなくなった。太陽の騎士団に入りたいんですけど、ほら、髪の色とか太陽っぽくてすごい象徴的でいいんじゃない？どうですか？お前、入団。そうなんです。老人と馬を連れて。あ、そうだ。そうか。それなら早く中に入れ。一階の広間にて入団試験を行っている。あ、大丈夫かな？ちょっと回復とかさせたいんだけどな。あ、待て。何？今度は何ですか？これを持っていけ。一階の城内通行許可証だ。ありがとうございます。これがあれば城内を歩いても大丈夫だ。ただし、一階までだから今日。一階まで？一階に試験会場なんてあったっけ？一階の広間か。手に入れた。やったね。一階、かっこ一階ってことは二階、三階とかあんのかな？じゃあ、とりあえず、ちょっとさ、HP とか回復させたいから、宿屋泊まって、道具屋で、アイテムとか買っとく？ここ、教会か。下手にさ、看板取っちゃうと、どこがどこだか分かんなくなっちゃうね、覚える前に。あ、これ宿屋だね。じゃあ、宿屋入ってみようか。一回寝て、こんにちは。人、あ、15、安い！格安！寝る。これで全回復するんじゃないかな。わあ、宿屋が安いってすごい良心的だね。OK。こんにちは。椅子じゃない。椅子に話しかけてどうぞね。おばあちゃん、占いしか何か。うわぁ、顔が怖い！森の奥の眠りの湖には近づいてはならん。あの森にはな、神様がおられるのじゃ。え、神様にご挨拶しに行きたいのに。ダメなのか、神様は人間嫌いなのかな。こんにちは。情報、あ、お願いします。まず持ち物を盗んでから。1000ゴールドゲットしてから。お小遣い少ないんですね、中年さん。何か最近変わったことないですか？うん、些細なことでも何でもいいんで。てんてんてん。やっぱりおじいちゃんって大きさ、おかしいよな。なんでそんな大きくなっちゃったの、おじいちゃんは。いっぱい食べたんだね、ちっちゃい頃。こんにちは。お？赤ちゃん。赤ちゃんもなんかグラフィック違う。なんや、お前こそなんや。なんでそんな流暢に喋ってんの。何、ジロジロ見てんだよ。変態か。変態かどうかは否定しないけどさ。え、これまさか仲間になるとこじゃないよね。はあ、まあいいや。お前ちょっと俺を連れてけよ。役に。何の役に？可愛さで癒されるとかそういうこと？名前はガデーロ。凄腕の呪術師だったんだが、実験に失敗してな。あ、そういうことだったんじゃ。大人を経験して体がこうなっちゃったってことなのね。それだったら納得だわ。実験の途中で偶然生まれた呪いでな。俺も解く方法がわかんなくてよ。てなわけで、元の体に戻る方法を探るために旅をしているんだが、なんせこの体はいろいろと不便な移動とかでもうすぐ体力尽きちゃうだろうし。まあでも相手に呪いをかけるには手さえ動けばいいからな。戦闘なら役に立つから連れてけや。そしたら俺の旅も楽になるだろう。じゃあ攻撃系の魔法が使えるってことなのかな。お互い利益があっていいだろう。でも下の世話とかしなきゃいけないんでしょ。やだな。ミルクとかも温めなきゃいけないし。まあ連れて行く気になったらまた声をかけてくれ。頼むわ。でも仲間多い方がいいしね。連れて行こうぜ。よし、行くぞぜ。でけえな。馬よりでけえじゃねえかよ、その頭。じゃあ、強い！レベル15。装備品は？ナイフなんだ、しかも。守りのペンダントで強そう。術とかは？あ、ディテクト。防御力を下げる。ディティスト。魔法防御力を下げる。スロー。敏捷性を下げる。パイズン。毒状態にする、ソリマチ。ダズル？何ダズル？幻惑状態。あ、状態異常系バカなんだね。魔法を封印する。あ、でも闇属性の攻撃魔法があると、スリプル。あ、じゃあ相手のなんかその体勢を見極めて使うことがいいんだろうね。冥界の悪魔を召喚する。はぁ、その悪魔に呪いといてもらえばいいような気もするけどな。あ、じゃあ結構仲間多いのかな？何人ぐらいいるんだろう。これがまさかフルメンバーとかじゃないよね。
まさかね、まさかこんな奇抜なメンバーではないと思うけど、道具屋、なんか名前がついてたってことは主要キャラクターなのかな。あ、勝手に移動してる、勝手に移動してる。あ、めちゃめちゃ可愛い。この子メインヒロインなんじゃない。リズベットの道具屋へようこ。あれ、お客さん、冒険者の方、そうなんです、わかります。ああ、そうだ、やっぱりこの村に冒険者さんが来るのは久しぶりなんですよ。あ、そっか、じゃあ売れてなさそうだもんね、こんな廃れてるってことは。てんてんてん、平穏な街ってことなんだね。あ、興奮しちゃってすいません。私の名前は、あ、リエ、もう、わざとだよね、これ名前、絶対。わざと分かりにくくしてるよ、これ。冒険者さんは、リルクです。ほら、リルクだって、合ってる。素晴らしい。覚えやすい名前だもんね。リルクさんですか？はい。リルクさんは、どうして、来ちゃいけませんか？観光です。あ、おう、シンクロしちゃった。観光なんです。観光で、なんか、膝すりむいた時用に薬草買いに来たんです。でもこの村、特に名所とか名産は、君に会いに来たんだ。君が名産だよ。隣のお人形さんみたいなのは何？知り合いがいてな。はあ、お知り合いですか。あ、教会の神父。あんまり個人情報聞かないでよ、初対面の人間に。レンドさん、あ、レンドさんと知り合いなの？レンドさんにはいつも妹がおさ、あ、じゃあ隣のこのゴスローリ風な子が、妹ちゃんなのね。この間も、教会に遊びに行った妹にお菓子をくれて、そういう趣味があるんだよ、あいつ絶対。あ、てんてんてん。喋れる？つ！何？あんた、神父様の友達。わ、気が強そう。かわいい。似ている。誰に？妹に。いや、似てないでしょ。見るわに。いや、似てないよ。でも目つきとか全然そんな感じじゃなかったような気するけどな。ね、聞いてる？ダメだよ、変な気起こしや。ああ、そうだ。私は、ああ、よかった、わかりやすい名前にしてくれて。あんたの名前は？リムル。じゃなくて、リルク。そう、リルクね。よろしくね。ああ。もう、なんで自己紹介？こいつらも主要人物なのかな？もう、リルクさんって呼ばないとダメじゃない。そうだよ、目上の人に対してはさん付けしなさい。もしくは、様付け。別にいいじゃない。王様とかじゃないんだ。そうだね、どっちかって言うと悪党だしね。そういう話じゃなくて、あ、ごめんなさい。この子はさっき言ったじゃん。失礼なことを言ってしまって、すいません。大事なことだから2回言ったのかな。いや、気にしてない。ほら、リルクは気にしてないって。かわいいな、フレイラちゃん。いや、でも俺姉ちゃんの方が好きだな。フレイラ、黙ってなさい。リルちゃん仲間になってくんない？回復魔法とか使えそうじゃない？リルクさん、本当にごめんなさい。いや、本当に気にしてないから大丈夫だ。それよりここは見たところ道具だ。見た感じは道具じゃないけどね。あ、はい、そうなんです。もしよろしかったら見ていってください。オッケー、買わせてよ。そうよ、この家そんなにお金ないから何か買っていいってよね。これさ、もしかしたら買えば買うほどこの家がなんか戻っていくとかありそうじゃない？ちょっと見つがなきゃ。いらっしゃいませ。購入します。ポーション HP200 か、メンタルハーブが MP30。 あー、回復系持っといた方がいいのかな。こういうの混乱とか状態異常系よりもやっぱり、まずポーションから。でも金めちゃめちゃあるからな。とりあえず20個ぐらい買っといて、これも10個ぐらい買っといて、一応生き返らせるのも10個ぐらい買っとくか。まああった方がいいからこれも10個買っとく、一応ね。 OK、 よっしゃ。何？私に何かよ。なんで盗むがないの？君の心は盗めないの？情報を探ります。何か最近変わったことはないか？運命の人に出会ったとか。変わったこと？そうだ、何でもいい。教えてくれ。今まさに運命の人に出会ったとか。そうね。あ、そういえば何？この前とっても可愛い。猫？あ、猫派なの？犬も可愛いよ。うん。でも、最近見かけなく、犬派に淘汰されたんじゃない？それか、猫は気まぐれだから、どっかで、多分なんかいろいろなんだお店を回ってるんだよ。最後は井戸の近くで見たんだけど、あの兵士がいたところかな。もしかして井戸の中に入ったのかしら。さてな、探してあげればお礼になんかしてくれんのかな。店のことについて聞いてみる。この店どうなの、経営状況は。いや、見るからにこの店は儲かっていないようだなと思ってな。今買ってあげてよ、大量に。そうね、うちはそもそも貧乏だから。貧乏人の格好じゃねえよ、その格好は。めちゃめちゃ金かけてんじゃん、ファッションに。だから私たちはこんなに若くて可愛いのに一緒に働いている。あ、君も働いてたな、一応。あんたみたいな観光目当てのお気楽な冒険者とは違ってね。なんで最後にそうやってディスってくるの？デレツンなの？デレツン？そのお気楽な冒険者からの意見なんだが、
せめて床や壁くらい修理したらどう？そうだね、見かけさ、こういうボロボロのところだとさ、買う方もさ、あ、ちょっと売れてない店なんだなってなっちゃうじゃん。やっぱ大事だよね、見た目って。この状態の店に入りたいやつはあまりいないだろ。店頭販売すればいいんだよ、店頭販売。そっちの方がいいと思う。それは私もそう思う。そもそもその修繕するお金もないってことでしょ。私もこんなボロボロ嫌ってお姉ちゃんにいつも売ってるわ。その高そうな服売ればいいんじゃない。だから前に工事をする業者の人に修理を頼んだんだけど、見積もり取ってもらったらお姉ちゃん断っちゃったの。もうとてもじゃないけど払える額じゃないんだろ。 DIY しない、 DIY。 そこら辺に木材たくさんあるじゃん。仕方ないじゃない、思ったより金額が高かった。そのさ、高そうなイヤリング売ればいいんじゃないの。それにあの時は今よりもお金がなかったから。今よりも、じゃあ今は少しあんの。別に親に相談すれば。あー、そこちょっと踏み込んじゃいけないんじゃない。なんでこの二人がやってるか考えればわかるじゃん。あ、てんてんてん、親なんていないわ。え、二人ともどこかに。あー、じゃあ生きてはいるのか。私たち親に捨てられたのよ。それなのにファッションにはお金をかけるんだ。そうか、悪いことを聞いたな。別にいいわ、気にしてないし。気にしてるよこれ絶対。私はお姉ちゃんがいてくれればそれでいいから。いや、ちょっとお姉ちゃんの死亡フラグを立てるのやめてあげて。フレイナ、わお、写真に収めたい。ここの修理費用はどれくらいかかるんだ。あ、実際に払うってこと。じゃあ俺が、え、確か20万ゴールドぐらいだと思いますけれど。1ゴールドがいくらかわからないけど、1円だったら安い方か、リフォームだったら。そうか、わかった、20万ゴールドか。え、じゃあそのお金を持ってここまで来いってこと。まだ9万6千か。じゃあ金を稼いでからここに来いって感じなんだね。もう一応全部入っておく、マッチとか。ここは銀行、お金盗めるんじゃない。太陽の銀行へようこそ。私は当支店の支店長を務めさせていただいております。マリアさんっていうんだ。目開けてください。マリアと申します。人の目を見て喋ってください。当支店はお金はもちろんですが、他にもお客様の大切なものを保管しておく場所になります。大切なもの、なんだろう、俺の心。他にも様々な商品の、あ、販売もしてるんだ銀行なのに。ご利用になりたい場合はお声掛けください。はい、じゃあどんなもの売ってるかちょっと見せてください。いらっしゃいませ。買い物、はい。何、銀行会員、高すぎない？太陽の銀行会員を認められたことを意味するカード、太陽の銀行、そのすべてのサービスを利用できるようになる。ああ、地下窓口通行券だって。太陽の銀行の地下窓口通行、紙質はかなり。5000円だったら買えるんじゃない。消耗しないし、買っといて損はないと思うけどな。地下ね。こんにちは。え、なんで接客してんのそんな態度で。ちゃんと研修は受けた君。挨拶。太陽の銀行へようこそ。これは、あ、奴隷さんなのですね。奴隷制度があるんだこの国には。申し訳ありません。あぶね、奴隷だと。はい、用紙が好み好みだったので。あ、そちらのお趣味がございあるんですね。ちょっとお友達になりませんか給料は安くても、あ、給料出してんだね奴隷なのに。働きたいと何度も懇願されまして、そこで仕方なしに働かせてみたのですが、まあこれがなかなかに容量が悪くて。なんか苦手そうなのにね、なんで自分から仕事をしたいって言い出したんだろう。困っていたところ、回復魔法、あ、これは仲間にしたい。奴隷を買い取れないのこれ。ここで医療所を併設したのです。なので回復をご希望される場合はどうぞご利用ください。あー、じゃあ金払って回復してもらうってことか。宿屋とどっちが安いんだろう。あ、いらっしゃいませ。高くない？宿屋でいいじゃねえか、ふざけんなよ。すいません、ありがとうございます。あの野郎、ここの銀行は銀行なのにいろいろなものが書いてた。いろいろなもの ?2 つしかなかったよ。アルバイト、あの子、金髪の子、あ、もう顔は可愛いと思うよ。めっちゃグルミっす。どうすれば付き合ってもらえるんですかね。まずは正社員になればいいんだよね。そうだよね。いらっしゃいませ。赤、青だって。いらっしゃいませ。赤鬼、青鬼かな。お客様申し訳ございません。そちらの部屋ですが、会員証を持ってる、持ってる、持ってる、持ってる。買ったよ。え、引き下がる。あれ、買ってあるよね。大事なもの。地下窓口。右側ってことかな。じゃあこっち。あ、通れる。え、どうぞ。お先に。黒。白。どうぞ。なんでみんなゴスロリなのこいつら。ゴスロリファッション流行ってんのかなこの世界で。こんにちは。この銀行には会員証ってのがあってさ。何でも手に入れたら、ここの施設を自由に使えるらしいの。あ、じゃあ左側も行けるようになるのかな。めち
くちゃ高い。300万ぐらいしてるよね。モテる人って言ったら、この村の中じゃ、村長、じゃ村長から盗めってことなんじゃない？まあ十分大きな家を持ってるし、そんなの必要ないかもしれないけど。あー、なるほどね。あ、何？盗む。何を盗むの？あ、お客様。気づかれちゃダメなんだね。窃盗は犯罪です。そんな当たり前のこと言われても。だってタイトルに盗賊って書いてあるんだもん。まさか。するわけがないじゃないか。そうですか。これは失礼しました。俺もむやみに近づいてすまなかった。え、君には近づいてないんだけど。ああ、なるほど。勘のいいやつだ。盗まれる前に気づかれちゃうとダメってこと。盗んだらもう記憶はね、なくなっちゃうからね。え？地下。なんかたくさんいるんだけど、同じ顔の人が。盗まない。こんにちは。申し訳ありません。当窓口をご利用するための券を。当窓口？ 5 番窓口。4番。あれ、じゃあ窓口を使うためには、そのなんか、また別のアイテムが必要ってこと？私は副支店長を務めさせていただいております。サルワさんっていうんだ。エルフ族かな？サルワと申します。また3文字。この1番窓口では各窓口の利用券とアイテムを販売しております。回復系アイテムあんじゃん。あ！ミドルポーションとか、ちょっと上位5巻があるんだね。じゃあ、育ってきたらあそこの道具屋はもう用なしってことか。なるほどね。回復とかもあると。不死鳥の羽。HP で2分の1か。10分の1だとな。すぐ死んじゃいそうだもんね。まあ、でも今のところさ、なんか最小限の回復アイテムは買ってあるからいっか。じゃあ、窓口ご利用。これ何なの？2番窓口を使えるようにじゃあこれ買ったらおそらくそこの窓口で売ってるアイテムが買えるようになるとかそんな感じなのかな。全部買っとこう。あ、2個落ちた。 OK。 2番窓口買い物。やっぱりそうだね。あー、やっぱりこういう系なのか。でもさ、なんかあれじゃない、あれじゃないっておかしいな。あそこの店、グラマラスの姉ちゃんが行ってたところ、なんだっけ、マダークだっけ、そんな名前の子。その子の店の方がなんか強力なものありそうだったけどね。なるほど。じゃあ、もう行けそうだから行ってみる？試験っていうのがあるみたいなんで、ちょっと太陽の騎士になってみようか。太陽の騎士になれば行けるところも増えるんじゃないかな。こんにちは。え、ちょっともう、だからおかしいじゃん。戦う選択肢を一番上にしないでほしいわ。あと、なんかね、A ボタンで喋りかけないで、十字キー、移動キーだけで喋っちゃうから、俺が話しかけようとした時に、A ボタンを押してるから、ちょうどね、重なっちゃうんだよ。一階の、はい、持ってます。ですが、ここを通すわけにはいきません。あ、やっぱここはダメなのか。で、広場って言ってたけど、あ、ここ2階だからダメだよね。貴様何者だ？なんでだよ、お前！ちょっと話聞けよ、こいつらマジでよ！俺が大量殺戮者になっちゃうじゃないか。盗むのはいいけど、人の命までは盗みたくないんだよ、まったく。まあでも、やっぱり兵士になりたいから、兵士になって普通にやりたいよね。武器庫だって。これは入れる？特にないです。お持ちのようです。通せない。いや、通してください。ダメですか？待て！あ！怪しいですね。あー、ダメなのか。まあでも、こいつは別に殺しても、さほどストーリーには関わらないと思うし、それよりも強力な武器防具の方が大事だから。こいつめちゃめちゃ強いな。ちょっと硬すぎないか。毒が効かないとなると重ね掛けできる。防御力下げるしかないか。セイクリッドアロー、もう強いよね。だけどでも倒せないの。やべ、こいつめちゃめちゃ強いぞ。マジでミルカダメージ受けてない。オーラショット101。いや、勝てないかもしれないこれ。ディティクス防御力下がった。 OK、 重ね掛けできるんだったら防御力をどんどん下げて攻撃していけばいけるはずだけどな。イーグルアロー使えないね。探検装備してないとダメってことか。探検じゃ買ってくるかな。微妙だな、どうすかな。とりあえずじゃあバードキラーじゃなくて、ビーストキラーとかの方がダメージ入ってるから、そっち使って、ね、また、ディティクス。よい、1しかダメージ出てなかったのに、ダメージが入るようになってきたね。アーマーブレイク、気合を貯めて攻撃力上げて、ディティクス。よし、防御力下げて、どんどん下げて、2回まで使えるのかな。だから、魔法防御とか下げてもしょうがないしな。状態異常系どんどん出しといた方がいいのかな。じゃあ、スロー。まあ、こっちの方が先制できてるしな。眠り状態。まあ、ダメージ、ボイズもう一回やってみっか。うわ、結構ダメージ出んな。ポイズンが効けば永続ダメージ入るからな。よい、ちょっと86。ポイズンダメか、やっぱ効かないか。鋼タイプには効かないよね。かなりきつい戦いになってんのじゃ。HP がもうちょいだね。3分の、4分の1ぐらい。痛い。それは痛すぎる。おー、倒した！ナイスー！ 600、かなり経験値入ったね。ただ装備してるものも、やっぱあれだ、武器庫を守ってるだけあって。
お強い方だったんですね。お、小麦ガール、盗む。この武器とかは？アイアンシールド、めっちゃ強いんじゃないこれ。全員が装備できるアイアンヘルム、ロングソード、ロングスピア。探検じゃないからダメなのかな。まあでもここら辺にあるものは、うん、武器としてなかなか優秀なんじゃないかな。とりあえず全部盗んどこうか。オッケーと、死体も盗んで、さあ装備、どうでしょう最強装備。いいね、アイアン。あ、こっちは装備できない、装備できない。あー、マジか。まあでもかなり防御力上がってるから、これはかなりいいんじゃないかな。いや、でも強いな。兵士、強い兵士も結構いるんだね。なんかここかな？あー、なんかすごい聖騎士っぽい人いるね。何か用か。特にないです。あ、また押しそうになって危ないな。どうぞ取りください。いけるのか。この方は、こんにちは。入団希望者。そうだ！そうか。私は太陽の騎士。あ、騎士団長なの？アリスだ。アリスさん覚えやすい。また3文字だけど。お前名前は？リルクです。リルクだ。そうか。では、リルク。これから入団試験の説明を始める。あ、ありがとうございます。試験の内容は、この城の南にある迷いの森。迷いの森。その森にある魔素の木をすべてなくすこと？そんなことが入団テストなの？森林破壊じゃん。魔素の木とは、魔物の力を高める効果がある木のこと。それを一人でやれと。お前は今から魔素の木の討伐隊へ参加し、あ、よかった、一緒に行く人がいるのね。随分と急な話だな。黙れ。騎士団へ入団する以上、お前に拒否権がない。え、まだ入団してないのに。入団してから拒否権なくなるんじゃないの？いいか、騎士団長との、命令は絶対だ。わかりましたよ、もう。面倒なやつだな。要は、森にあるその木を全部なくせばいいんだろ？俺一人でその魔素の木を全部なくしてやる。なんだ？一人で？騎士団長、このようなものの言うことだと信じてはいけません。処刑しましょう。そうです。適当なことを言って、我々を騙そうとしているに決まって、顔面が一緒だから同一人物が喋ってるみたいで。てんてんてん。そうだよ。おじいちゃんと馬と赤ん坊を連れてるんだよ。いいだろう。この件を。あ、一任するの？まあでも失敗してもこいつに責任問わせればいいだけだからね。その代わり中途半端は許されない。いいか、拠点以外の森にあるすべての魔素の教、めちゃめちゃ大変そう。任せろ。こんにちは。もう、だから話しかけるために A ボタン押したの、もう。これ倒しても別に怒られないのかな。兵士の死体、そっか。盗んだ時は記憶なくなるんだもんね。こんにちは。ちょ、椅子が取れない。危ない危ない。もう、十字キーで話しかける癖をつけなきゃダメだね。でも話しかけられない奴がいるんだもんだって、こういう風にさ。お、見ない顔じゃない。こんにちは。A ボタンじゃないと話しかけられない奴がいるから。それどうにかしてほしいな。わしは、ワープおじさん。それ本名じゃないよね。いくらなんでもニックネームだよね。ワープおじさん、いろいろワープさせてくれんの？もし村にワープしたかったら、わしに言ってくれ。1ワープ。高すぎない？でも村にワープってどういうことだろう。外にいるのかな、この人が。情報探ります。何か最近変わったことはないか。あれか、女性の場合だから殺すっていう選択肢が出ないのか。変わったことですか？そうですね。私、このお城のメイドになって1年くらい。あ、まだ1年なんだ。まだ1回も王様にお会いしたこと。まあ、なかなかね、メイドの人だとやっぱ身分が違うから無理なのかな。一度も？そうなんです。変ですよね。同じお城にいるのに、一回も見たこともお会いしたこともないなんて。それで私、先輩に聞いてみたんです。王様ってお城のどこにいるんですかって。そしたら、王様は信頼する人以外と会うことはない。そうだよね。もしかしたらスパイとかさ、他の国の暗殺者みたいなのが紛れ込んでるかもしれないからね。私、王様に信頼されてない。まあ1年だからね。あと10年ぐらい働けばきっと信頼を勝ち取るよ。そうか。なるほど。それもなんかの伏線になってんのかね。南の森って言ってましたけど、じゃあ南の森行ってみる。こんにちは。何か用ですか？はい。なんか変わったことないですか？大臣の様子が、また大臣悪役説あるんじゃない？大抵王様の大臣ってさ、悪役だよね。そうなんです。何か匂いが変な、匂いが変、カレー臭だよ、それ。何かが腐った匂いがする。脇がだよ、きっと。てんてんてん。わかった。わかったんだ。何もわかったの。近づきたくないっていう、そういうことなの。ここは通れないかな。うん。こんにちは。待て。牢屋か。なんかここに捕まってるやつがめちゃめちゃ強い。なんで、ちょっと待って、はい、家の選択肢ぐらいよ。とりあえず行ってみる、行けるようになったんだから。でも何もいないね。通れる。あ、人がいる。こんにちは。鉄格子盗みます。はい。
こんにちは。お前かい！ふざけんなよ、お前。何ここにワープしてきてんだよ。え、何？何もねえし。何のために来た？何のために接種をしたんだろう、俺は。じゃあ、奥の方行ってみる。こっちの上。あ、危ない危ない。また命奪いそうになったよ、もうちょっと。こっち。何ここ？ああ、ここに繋がってんのか。なるほどね。ここで二人の兵士を殺めてしまったからね。じゃあ、南の森行ってみようか。お？あ、迷いの森、すぐなんだ。え、なんかいるよ、ゴブリン。これまさか敵と戦うの？お前、誰だ？人間です。侵入者は、カラス。かわいい、ゴブリン。わあ、強そう。兵士とどっちが強いんだろう。一応戦ってみましょうか。どれぐらい強いんだろう。ポイズンとか効くかな。ポイズン。40、あ、硬いぞ。しかも強いぞ！バランスを崩しただって。スタンか。毒は効かない。効いてるかな？効いてないか。いやー強いね、これ。盗んどこうか。なんかアイテムあるかもしれないし。レベル1ってことは使ってれば使うほど、もしかしたらなんか使えるようになるかも。レベルが上がるかもしれないし。ディティクト。ディティクトかな？うわー強いよ、こいつ！ディティクト使って、防御力下げて、で、盗む。500ゴールド。なーもう全然お金持ってないじゃん。しかもあれ、スタンって2ターンなのか。結構きついな。じゃあ、タイガーブレイク使うか。タイガーブレイクなかなか強いんじゃない？ねえ、スダメージよりも311。あー、しかも全体5位強すぎない？ちょっと。やべ、まだ来るべきじゃなかったかもしれない。タイガーブレイク、いいダメージ入ってるね。ダメージいいな。サイジそろそろ回復させないときつい。しかも消費5ぐらいだったよね、確かあれ。それはかなり強いので、技で、獣系だからビーストキラー効くかな。で、タイガーブレイク、で、アイテムで回復を、サイジに。相手の方が早いんだな。スピード下げる、微調整下げるのもありか。ポーション使って。ミルスめっちゃダメージ入んじゃない？これ。1900。でも倒せない！やべ、硬すぎる！まだここに来るべきではなかったか。ちょっとじゃあこれでもし勝てたら戻りましょう。アイテムでポーションを退治。ミルス回復した方が良かったか。あー、ダメだったか。でもダメージ継続させたかったからな。しかし1000で倒せないとなると相当きついぞ。他のキャラクターはもうほぼ全てスズメの涙だもんね。ダメージきついな。リストキラーでアイテムでポーション、おたけび。あー、これもスタンかな。あー、スタン攻撃きつすぎるよ。で、スティミュラントで114。そうか、10分の1だからダメージはまだまだ入るね。ポーションじゃなくてポーション使っといてはいいか。サイズで、技でタイガーブレイク。タイガーブレイクだろみになっちゃうな、これ。向こうより先に攻撃できればいいんだけど。さ、タイガーブレイク、まだ倒せない！やべ！全然強すぎるわ。ゴブリン強いからザコキャラかなとか思ったけど。全然そんなことなかったね。ポーションを、ミルクで、ビーストキラー、タイガーブレイク、スピード下げとくか、スローで。あー、もうミルスがどんどんやられていく。60、ビーストキラーでも60だからね。下げて、もうミルス頼りだからな、これ。エンタン、スティミュー、ミルス、で、ビーストキラー、で、ダズル、ゲームアプリもして。幻に詰まれた。これで攻撃が当たりにくくなるんじゃないかな。おたけび。ロケビいいね、ミス。キルミス。これで、だいぶ楽になっちゃうんだけど。これでスピードも下げて、防御力も下げときたいけど、どっちにしてもタイガーブレイク頼りになるから、タイガーブレイクは固定ダメージだしね。防御力下げてもしょうがない。こっちの攻撃力とか上げられる魔法あったらいいんだけどな。多分スリッパ効かない。スロー。いいかもしれないから、全部使ってみる。いや、もう3000近く出てるのに死なねえんだけど。いや、おかしいだろ、ちょっとダメージ。オッケー、ナイス、ナイスミス、危ない危ない。スロー、下げる、オッケー。リルク。リルクの方がスピード戦だな。アイテムで、いや、ポーションの回復力全然足んないね。で、技で、とりあえず瞬速使っとこうか。ね、これ、ターン消費しないから。で、あれ間違えた。アイテムでポーションを、ガベーロ、技で、ビーストキラー、技で、タイガーブレイク、スリップ。おー、回収時期 !209! でも209か !1100! いや、マジで硬すぎじゃね？ねえ、効かないもんね、スリップ。さあ、やったりミス。いや、いいね。幻惑がかなり刺さってんな。アイテムで、MP はまだ回復しなくても大丈夫だもんね。ガベーロ、ビーストキラー、タイガーブレイク、シェイド。魔法攻撃が効くかもしれない。74。タイガーブレイク。もうマジで無理だわ。5000近くダメージ、6000近くダメージ受けてるぜ、すでに。それなのに倒せないとか強すぎない。ナイスミス。ポーション回復。そろそろ、あ、ゲームは消えるよね。だから、ミルクはもう回復させるだけでいいかな。ミストキラー、タイガーブレイク。で、ダズル。82。タイガーブレイク。よーし！あー、めっちゃ強かった。6000の経験値。ツルハシ。イリュージョン覚えた。幻惑かな ?12。めっちゃレベル上がるやん。グラビティだって。あ、いった。これ、回収できる？やったぜ、回収していこうか。じゃあ、ちょっと先、進むの怖いな。岩とかはどけられるの？一応どけられるんだ。じゃあ、適当に戦わないで、岩だけどけていくっていう戦法も取れるってことだよね。まあ、でも、どっちにしてもレベル上げとかしなきゃいけないから、もうちょっと他のところ済ませてから行こうか。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回他のイベントこなしてレベルを上げつつゴブリンの、いる森で、なんだっけな、幻惑の木だっけを回収していきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。